小慶宮は、ソウル市にある李氏朝鮮時代の宮殿。1930年代の小慶園、清宗元年に建築され、最初の名前は、久安宮と言ったが、清州14年に修繕された後、現在の名前である小慶宮に変えられた。南側には僧病、西側には聖徳宮が隣接している。文禄の役において、 国王の戦争が関与から逃亡すると、豊臣秀吉軍の入場を前に、朝鮮の民衆によって略奪と放火の対象となり、慶福宮や聖徳宮などと共に建物の多くが消失した。1909年11月1日、日本が遵守の心を慰めるという名目で、小慶区内の旧門や塀を壊して、動物園と植物園を作り、 一般人も観覧できるようになり、1911年4月には、小慶園に改名している。独立以後にもソウル市内の第一の遊園地として、脚光を浴びた。太平洋戦争と朝鮮戦争を経ながら動物たちは皆殺しになって、園内の施設も荒廃化されたが、戦後1957年まで動植物園の再建を完了した。 1983年7月、一般人の園内の観覧が中止され、動物園などをソウル郊外のソウル大公園へ移転させ、小慶宮を復元、整備し、再び名前を元来の小慶宮に戻した。大韓民国の史跡第123号に指定されている。高下門小慶宮の正門。大韓民国の宝物第384号に指定されている。 1484年に建てられたが文禄、慶長の役の際に、消失。1616 16年に再建、現在に至る。小慶急金川上に架かる橋。大韓民国宝物第386号に指定されている。明星門。門の奥に、明星殿が見える明星殿の出入り門。左右に行閣を従えている。小慶宮の正殿。 大韓民国の国宝、第226号に指定されている。1484年に建てられたが文録、慶長の役の際に、消失、1616 16年に再建、現在に至る。朝鮮半島に現存する古宮の正殿としては、最古の建築である。小慶園時代には、回廊の一部が既存され、殿閣の周辺に庭園が作られたり、 ボタンを栽培したこともあった。明生殿の左側地域は、様々な動物の展示場と遊び場が密集し、1915年に蔵書閣が建てられ、1969年には、動物園本館が近くに新築されたことがある。1963年、補修工事で電閣を修理したのに続き、1983年から、復元の一環として、 すべての遊戯施設が撤去、回廊を復旧するなど一帯を整備した。南側から眺めた文政殿の小景宮の敏殿。1762年、昭金聖子が米びつの中に閉じ込められて8日ぶりに餓死した神護鹿が発生した場所でもある。18世紀以降は敏殿の機能を失い、王妃や王大妃の冥福を祈る魂殿として使われた。 小経園と解消された後も残存していたが、1940年頃に撤去、その後には遊歩道と花壇が造成された。現在の電閣は1986年に復元されたものだ。宝物第851号。1688年に建てられた天文観測台。先生台とも言う。高さ2.2メートル。 階段を通じて登っていく台上には99センチメートルの支柱が立ち天文観測器具を設置できるようになっている。最初は、聖徳具の金庫門外に建てられていたが、文禄慶長の役の際に移転後、現在の位置に移された。観点台の上には星を観測する器具である、召喚儀が置かれていたが、現在は残っていない。 王の教務士郎が行われたところ、国事を論議することもあった。ケミタの字は、英祖寺機筆。明聖殿の公門内殿と外殿を結ぶ公門で、現在の門は1984年に復元。聖祖と謙祖はここで生まれたという。宝物第818号。道明殿は、王妃の生活空間として、宴会を開いたりしたところである。 1484年に建てられたが、文禄慶長の役の際に、消失、1616 16年に再建されたが、その後何度か火事があり、現在の建物は1834年に再建されたもので、ケニタは純素の字である。道明殿は、小慶宮の内殿の建物の中で規模が大きく、飾りが派手で、 うちどのを代表する建物であり、四隅にのをめぐらした八作屋根にのを支える、包みは三枚の羽模様の翼公用式の家で、屋根に胸のないのが特徴である。前面には長く整えた石を高く広く積んだ、月台を置いて、格式を高め、西側には池と石橋などを置いて、周囲の空間も美しく整えている。洋和堂は、 王妃の生活空間として1484年に建てられた。文禄慶長の役と、李の乱、日の恵ねの乱によって消失、その度に再建し、1830年再び、消失したのを1843年に再建、今日に至る。日の恵ねの役が起きた際、人祖は、南下に山城で身を裂けた後翌年帰ってきて、ここに住むこともあり、 1878年秋ら衆の王妃、鉄人王公がここで崩御した。ケミタは純素の字である。洋和堂は正面六軒、側面島規模の平屋で四隅に軒を巡らした八作屋根を乗せ、軒を支える包みは三枚の羽模様の翼公用式である。1911年11月30日、洋和堂広報の丘に、 リオ植博物館が新築、移転され、小経園の開園と同時に一般に公開した。この建物は、京都の平等院を真似て設計されたもので、地上2階、地下1階のレンガ建築だった。1938年に、リオ植博物館が特殊宮へ移転すると、名制堂の付近にあった、蔵書閣の図書をここに移し、旧、博物館の建物を、蔵書閣に変えた。 1981年7月、保管図書が、韓国精神文化研究院へ移管された後、1992年に、建物まで撤去しながら、現在は、空き地だけが残っている。清祖が居所したところ。春冬池は、王が直接畑を耕し、農事の法境を予測したところだったが、1907年に、改作されて、池に変えられた。 1962年、韓国発のケーブルカーが設置され、池の上を往復運転したこともあった。春冬池の北側には、和風のあずま屋である水定宮が建てられ、食堂や居酒屋などが入店したが、1966年に、韓国伝統の様式に従って、地上3階、地下1階の楼閣として改築された。水亭宮も他の省経園施設と、 同様、1984年に撤去されている。植物園という名称でよく知られている。実質的に小徳宮に閉じ込められた、巡州をねぎらうという目的で、動物園と一緒に建設された。竜博志元年、福場隼人が設計したガラス張り温室。同年中に、フランスの会社が寄港し、竜博志三年に竣工した。には、 断基4242年に建てたと記録されている。建築当時には、韓国最大の木造植物園で、各種珍しい植物を展示した。1969年には両側に、ドーム形式の植物園別館の二棟が追加で、混流本館は、熱帯植物を、別館は熱帯植物とランをそれぞれ栽培した。 古宮の復元と動植物園の移転に伴い二棟の別館は1984年に撤去。本館は2004年2月に大韓民国の登録文化財第83号に登録されている。2016年から2017年まで補修工事が行われた。温室の内部では朝鮮半島の植物70点余りが展示されている。小景宮と 国立ソウル科学館の間にあるもん。ありがとうございます。